ちは。今日は、ほおずきを使ったお盆のお花を生けていきたいと思います。ほおずきってお盆のお花なんですけど、すごい形が独特で、すごい生け方が結構難しいというか、迷っちゃう人も多いと思うので、このほおずきの使い方をお話ししていきたいと思います。で、用意するものは今日はこの花瓶で受けていきたいと思います。花瓶と、だいたいお家に花瓶が、普通の花瓶がある方が多いと思うんですけど、花瓶を用意していただいて、できれば少しこの口がキュッとここのところが閉まっているような、口が細いものを、花瓶を用意していただければいいかなと思います。そしてほおずきとお花ですね、お盆に売ってるようなお花、仏様のお花として売ってるようなお花を、買っていただければいいです。で、私はこのほおずきのオレンジの色に合うようなこの白いお花を選んでみました。ちょっとモダンな感じに生けたかったので、これを選んでみました。ほおずきの選び方なんですけど、私はちょっと上の方が淡い色のオレンジのほおずきを選んでみました。ちょっと少しずつこうしてもらって、ちょっと風情のあるような変化のある生け花を選びたかったので、こんなほおずきを選んでみました。で、まずこれをどのように生けるかというと、このほおずきをメインにして1本ここに飾る。で、これをそのままわさって入れると、もうわさっとこうまとまりのないような形でになってしまうので、どういう風にするかというと、ちょっとまだ大きいですね。だいたい花瓶の3倍ぐらいの大きさでまとめられる、このメインのお花をまとめられるといいかと思います。で、3分の1ぐらいのお花をこのように入れるとまとまりやすいですね。なので、この菊をこうメインに対して、サブのお花、2番目のサブのお花として、ここのところに持っていきたいと思います。で、サブのお花はどのくらいの大きさがいいかというと、メインのお花と大体3分の1ですね。で、このように壺に生けると、ちょっとこの壺のところでこうお花が隠れるので、長めに切っておきます。で、菊はもうポキッと手で折っちゃって大丈夫です。っていうのは金っ気を嫌うので、こういうハサミで切るよりも手でポキッと折れるところであれば手で切った方が、水に入るところは絶対に緑グリーンが入らないようにした方がいいので、その方がお花の持ちがいいので、このように切っていきます。はい、ちょっとまだ長いですね。調整をしていきます。こんな感じ、はい、斜めに刺しました。どうでしょうか。で、横から見ると、こんな感じですね。はい、目で見てこう可愛い感じになります。もうこれですごく粋な
感じのお花になってるなと思います。あのいけばなは2本だけでも全然欲しいですが、今日はこんなにたくさんお花があるのでグリーンが入るのがすごく綺麗だなと思いますので、この、 あの一緒に入ってたこのお花を、花というかあのグリーンを使っていきたいと思います。でお水に入る部分はもうあの葉っぱがあると水が腐りやすくなってしまって、このお花よりも少し短いこんな感じで入れたいと思います。斜めにします。あ、いいですね。ちょっと短く、このお花よりも低い方がいい感じです。あーもうこれで何も入れたくない感じですね。あ、すごく綺麗。どうでしょうか。3本だけ使ったお花ですね。はい、こんな感じで、まとめると、まあ、ほおずきはもうそのまま1本でんとこう入れてしまって、これをメインとしていきます。で、サブのお花、この菊を使いましたが、菊のお花はこのほおずきの大体3分の1ぐらいの大きさで、ちょっとあしらいとして入れたこちらのグリーンは、グリーンのお花は、あ、お花というかあの葉っぱはこの菊のお花よりも短めにこう添えたような形でいけました。はい、でこんな感じであのすごく、ほおずきをきれいにいけることができました。はい、ぜひやってみてください。